メキシコ出兵。フランス第二帝政によるメキシコ出兵は、メキシコにおけるフランス干渉戦争、マクシミリアン問題、フランス干渉戦争、フランスメキシコ戦争としても知られる。メキシコ帝国とメキシコ1857年憲法に基づくメキシコ共和国との主導権争いは、保守か革新かという独立後のメキシコの体制を決する争いであり、フランス帝国と アメリカ合衆国の代理戦争でもあった。このフランス第二帝政による侵略戦争は当初はイギリスとスペインの支援を受けていた。1861年にメキシコのベニーとフアレス大統領が2年ものの国債の利息の支払い停止を外国に宣言し、これにメキシコの債権者とフランス、スペイン、イギリスが起こったことがこの戦争のきっかけとなった。 ナポレオン三世は自由貿易に関わる広範な外交の主張によって軍事介入を正当化し先導者となった。彼にとってメキシコに親フランス政権を樹立することはヨーロッパとラテンアメリカとのつながりを確保することであった。またナポレオン三世はメキシコから採掘される銀を欲してもいた。アメリカ合衆国で南北戦争が起こっている最中に ナポレオン三世は、スペインとイギリスとの連合を結成し、参加国は10月31日に、ロンドン条約に調印し、メキシコに利息を支払わせることを目的として、翌年、共同出兵した。大きな利権は伴わない、スペイン、イギリスは、個別に再建の利払いに関する交渉を進め、1862年中に、撤兵したが、フランスは、 カトリックの不況という宗教的な関心を持つウジェニーとモンテジョ、ナポレオン三世皇后の影響と対等するアメリカに対する牽制として、ラテンアメリカに親王州の帝国を築きたい、ナポレオン三世の意向もあって、出兵を継続。プエブラの海戦では、フランス側が敗北を喫するものの、フランス外人部隊などを含め派兵数を3万人に増強。 1863年6月にメキシコ市を陥落させ、翌年にはオーストリア皇帝、フェルディナント・ヨゼフ・マクシミリアン大公を皇帝に据えた、海来政権、第二次メキシコ帝国を成立させた。フランスは、メキシコ北西の豊かな鉱山資源の利用、アメリカ大陸でのカトリック帝国の発展による、プロテスタントとの勢力均衡、ソルフェリーノの戦いなどで敵対した。 オーストリア帝国との和など、メキシコ問題に様々な関心を持っていた。1861年、ベニート・フアレス政権が誕生。国内の経済的混乱を鎮めるために、再建の利払いの一時停止を発表した。再建国のフランス、スペイン、イギリスは、武力制裁をすることで一致、翌年共同出兵を行った。この時期、 メキシコに対して米国戦争を仕掛けるなど内政干渉を続けていたアメリカが南北戦争に突入し中米地域のパワーバランスが崩れていたことも背景にあった。イギリス、スペイン、フランスの艦隊は1861年12月8日から17日にかけてベラクルスに続々到着した。これはメキシコが債務を支払うよう圧力をかけることがその意図だった。 スペイン艦隊はサンフアンデ・ウルア要塞を占拠し、続いて12月17日に首都ベラクルスを掌握した。ヨーロッパ軍はソレダードにおける会合での合意に、従ってオリサーバ、コルドバ、テウア艦に進軍した。カンペチェ氏は2月27日にフランス艦隊に降伏し、シャルルド・ロレンス将軍率いるフランス陸軍が3月5日に入場した。スペインとイギリスは フランスがメキシコを占領しようという野望を持っていることを知り4月9日に撤退し4月29日にはメキシコから離れた5月にはフランスの軍艦ベヨネーズがマサトランを数日間封鎖したフランス軍は1862年5月5日のプエブラの海戦でイグナシオ・サラゴサ将軍率いるメキシコ軍に初めて敗北を起死したこの勝利を記念して5月5日 シンコデマヨは現在もメキシコの祝日である。メキシコ軍は敗走するフランス軍を追撃したが、6月14日、ベラクルスのオリサバでフランス軍に包囲されてしまった。9月21日には増援のフランス軍が到着し、10月16日にはバゼーヌ将軍がさらなる増援と共に到着した。10月23日にはタマウリパス州のタンピコ氏が、 フランス軍によって占領され、12月12日にはベラクルス州の原橋が平和裏に占領された。フランス軍は1863年1月15日にベラクルスの砲撃を観光した。3月16日には古霊将軍とフランス軍はプエブラ市の包囲を開始した。4月30日にフランス外国人部隊は 伝説となるカマロンの戦いに臨むことになる。ジャン・ダンジューと名乗る赤ワンの隊員によって引きられた二人の士官と62人の兵士からなる小規模な部隊がメキシコ人不評と騎兵隊三個大隊約3000人によって攻撃を受けてアシェンダ・カマロンで包囲され主勢を強いられた。ダンジューはアシェンダでの防衛で戦死し最後はわずか三人のみが生き残るという壮絶な栄光ある。 銃剣攻撃であった。この日は W ・コマーンデートい、e、フランス外国人部隊にとって最も重要な日である。フランス軍のフランソワセーの将軍はプエブラ解放を試みたコモンフォルト将軍率いるメキシコ軍をプエブラ市の南のサンドレンソで破った。それから間もなく5月17日プエブラ市はフランス軍に対し降伏した。5月31日に ベニート・フアレス大統領は、政府と共に、同志から逃亡し、北方のエル・オアソで、ノルテに退却し、その後チワワに移った。1867年まで、州の財産を取って、亡命政府はそこに置かれた。バゼーヌ指揮下のフランス軍は、メキシコシティ2863年7月7日に、到達し、主要な軍は、保冷将軍に引き入られて3日後に入場した。 6月16日、アルモンテ将軍は上院、フォレイによって任命されていたによって、メキシコの暫定大統領に任命された。上院は、その35人のメンバーと6月21日に、出会った。7月10日に、彼らは、カトリック帝国を宣言した。ナポレオン三世の圧力を受けて、帝官はマクシミリアンに差し出された。マクシミリアンは10月3日に、これを受諾し、 上院により送られたコミスヨンメキシコ名を手にした。1864年の3月28日と31日にフランスの軍艦コルドリエールの人員がマサトラン攻略に着手したが、当初はガスパル・サンチェス・オチョア大佐命令下のメキシコ人に抵抗されていた。バセーの指揮下のフランス軍がハリスコ州グアダダハラを1月6日に攻略。 ドエイシキカの軍がサカテカスを2月6日に攻略。さらに6月3日のアカプルコ陥落、7月3日のデウランゴ占領及び10月のハリスコ州、シナロア州での共和国軍撃破で、フランス軍の勝利は決定的なものとなった。4月10日にマクシミリアンは、に署名し正式に定刊を受諾し、5月28日、5月29日かも、に、 オーストリア海軍のノバラ号に乗って、ベクルスに来航し、日のベルギー王女シャルロッテと共に、メキシコに上陸した。彼は、メキシコ皇帝マクシミリアンとして即位し、シャルロッテはスペイン語風に、カルロッタと名を変えた。実際は、フランス第二帝政の海外国家、第二次メキシコ帝国であった。この帝国は、ローマカトリック教会、上流階級の多くの保守層、 土着の共同体などの支援を受けて成立し、ベニート・フアレス大統領の任期、1858年から1871年は皇帝マクシミリアン一世の統治、1864年から1867年によって中断された。マクシミリアン大公は、当時の西洋での進歩的な思想の持ち主であった。彼は、 民主的に選挙された議員による議会と権限を分担する制限君主制を好み、児童の労働の廃止、労働時間を制限する法律などを制定した。またインディオの間では事実上の濃度制に転換していた農地対応制度を廃止した。これらはメキシコの保守層には大変自由主義的であるが、自由主義者は君主制を拒絶していたので、保守層のみならず、 自由主義者からも背を向けられることになり、マクシミリアンのメキシコ国内での彼の支持者はほとんどいなくなった。メキシコ帝国は誕生したものの、皇帝の権限は絶対的なものではなかった。また、第二次メキシコ帝国が地主層やカトリック教会などの保守層を基盤として成立したにもかかわらず、皇帝マクシミリアン一世は自由主義的政策を断行したことで、 その支持すら失い、結果経済政策でも極めて保守的な富裕層との間で圧力が生じ離反されることになった。マクシミリアン一世はフアレスを首相として招聘して自由主義者を味方につけようとするが、フアレスの拒絶によって失敗。結局保守派からも自由主義派からも支持を得られず、フランスの軍事力のみがかろうじて帝国を支えていた。しかしそのフランス軍司令官のバゼーヌは、 メキシコ貴族の娘と結婚したことから、アローコとか自ら皇帝に即位しようと考え、密かにフアレス派と内通する始末であった。やがて南北戦争の混乱から脱したアメリカもフランスに対して撤兵を要求するとともに、政権を追われたフアレスに軍事支援を行いゲレラ戦を助けことから、国内情勢は混乱を極めた。1864年11月13日、 三隻のフランス軍艦は13回にわたり砲撃を行い、マヌエル・ロサ・ダシキカの帝国軍はマサトランを攻略した。フランス軍は1865年2月9日にはバゼーヌによるオアハカ占領するなど勝利を継続していた。フランス艦隊は兵士を上陸させ、3月29日にはコルテス海に面した W ・グワイマスを攻略した。 しかし4月11日に、共和国軍は、帝国軍を、ミチョアカン州のタカンバロでの戦いで破った。4月と5月には、共和国軍は、シナロア州とチワワ州に、多数の軍を有するようになった。さらにリオグランデカー沿いの都市のほとんどを占領した。ベルギー義勇軍は7月11日の第二次、タカンバロの戦いで、共和国軍に敗れた。10月3日には、 黒い布告として悪名高い10月布告がマクシミリアンによって出された。これは戦争で捕虜となったメキシコ人を即刻処刑するというもので同活であった。これは後にマクシミリアンが処刑される理由となった。10月21日にこの布告のによって階級が高い共和国の兵士が処刑された。エーブラハムリンカーン大統領はフアレス政府を支援してきた。 しかし南北戦争のせいで、それが不可能になった。南北戦争終結後、すぐに、アメリカ合衆国のアンドリュー・ジョンソン政権は、フリップ・シェリダン将軍をして、5万の軍勢を集め、米北国境付近に展開させた。ここで、シェリダンの軍団は、ケーラを行い、フランス軍に対して、その介入を同括すると同時に、フアレス軍に武器を供給した。 アメリカ合衆国議会は1864年4月に建国されたメキシコ帝国を否認する決議を1866年2月12日に可決させた。ロー主義に基づき、アメリカ合衆国はフランスにメキシコからの即時撤退を要求た。リオグランデガー沿いに展開するアメリカ軍は、フランス軍の後続部隊の上陸を阻止するために海上封鎖を行った。 1866年5月6日、アメリカ合衆国は、オーストリア帝国にもメキシコにおけるオーストリア義勇軍に対して抗議している。1866年5月31日、メキシコに君主国を建設する野望よりもアメリカ合衆国との関係を選び、ナポレオン三世はフランス軍の撤退の開始を発表した。共和国軍は、 フランス軍を壊滅させる一連の勝利を収め、再び、フランス軍の帝国軍への支援に対して優位に立っており、5月25日にチワワを7月8日には、グアガラハラを制圧し、さらに7月には、マタモロス、タンピコ、アカプルコを攻略した。ナポレオン三世はマクシミリアンに、メキシコを見捨て、フランス軍と撤退することを勧めた。7月26日に、フランス軍は、 モンテレーから撤退し、8月5日には W ・ソルティから撤退した。9月にはソノラ州全域から撤退した。マクシミリアンの帝国政府のフランス人閣僚は9月18日に辞職した。10月には W ・バトル・オブ・マイアートロンで共和国軍は帝国軍を破りオアハカ州全域を制圧した同様に。 サンルイスポト市とグアダフアとのサカテカス州の一部を制圧した。12月6日にオーストリア帝国とベルギー王国の義勇軍は解散し、メキシコ帝国軍に合流しこれを支援した。しかし4648人のうち3500人の義勇兵が残らずに母国へ帰国しようとした。11月13日に W ・ラモンコロナとフランス軍は マサトランの撤退に合意した。その日の正午に、ヨーロッパ諸国の将兵は三隻の軍艦、リーン、マリエト、タリズマンに乗り込み、出航した。共和国軍は、サカテカス州の残り、すなわちサンルイスポトシとグアナフアトを1月に制圧した。フランス軍2月5日に首都に退避した。1867年2月13日、マクシミリアンは、 ケレタロに撤退した。共和国軍は3月9日からケレタロ包囲を開始し、4月12日からメキシコシティを包囲した。帝国軍のケレタロからの出撃は4月27日に失敗した。5月11日、マクシミリアンは敵の戦線からの脱出の試みた。しかし、彼がこの計画を実行する前に、5月15日には阻止されていた。 軍事裁判の後、彼は死刑を言い渡された。ヨーロッパ諸国の君主や、ビクトル・ユーゴーや、ジュゼッペ・ガリバルディなど著名な自由主義者はメキシコに、マクシミリアンの除名単元の電報を打ったが、フアレスは、メキシコは、外国勢力からの一切の介入を容認しない、ことメッセージを内外に発信することが必要だと、確信し、判決の変更を拒絶した。6月19日に、 マクシミリアンは、ミゲル・ミラモンとトマス・メヒアと共に、ケレタロ近郊の丘、カネの丘、W ・セロデ・ラス・コンプノスにて、フランスの軍事介入の間も、連邦政府の機能を維持しきたフアレス大統領に、忠実な軍によって処刑された。アメリカ合衆国が、リオグランデ側に軍を展開するとフアレスの地位は一層強化され、メキシコへの介入は脅かされた。メキシコシティは、 マクシミリアンの処刑の翌日に解除した。共和国は回復され、フアレス大統領は首都に国権を移したが、マクシミリアンは、フアレスの自由主義改革を支持していたので政策の変化はほとんどなかった。勝利の後、保守勢力は侵略してきたフランス軍の同盟者と徹底的に否定され、その影響力は消滅した。自由主義派は、 復帰した共和国の始まりの年の間は、比類のない政治勢力となった。1871年、フアレスは大統領に再選され、二期目を迎えたが、憲法には再選は禁止と規定されていた。これは落選した候補者の一人ポリフィリオディアスを挑発し、大統領に対して反旗を翻した。重主義派の中の恩健派に支援され、 判断の企て、ノリアの陰謀、W、プランデーラーノリアは、争点を指摘したまま、1872年7月19日に、フアレスが大統領皇帝で休止した時点で敗れ去った。ディアスは、暫定大統領のセバスティアン・レルドデッタヒーヤに、反抗し、選挙で敗北し、オアハカの大農園に引遁した。4年後の1876年、レルド自身が、 再戦を図ったとき、ディアスは二度目の反乱、タックスティペックの陰謀を起こし、大統領職を奪い、1911年まで発起に、渡り、長期政権を敷くことになる。メキシコ出兵以前は、領土問題からアメリカとの抗争が続いていた、メキシコであるが、メキシコ出兵への抵抗運動に、アメリカが支援したことから、メキシコに対するアメリカの発言力は、増すことなった。 以降、地域のパワーバランスは、アメリカ優位のまま、21世紀に至るまで、固定化されている。皇帝が銃殺されるという結果は、苦物という正し書きがつくとはいえ、フランス本国にもセンセーショナルな扱いで伝えられた。実態はどうであれ、国民からは、フランスは、メキシコ皇帝を見殺しにしたと評価され、ナポレオン三世及び皇后は非難の対象となり、 第二訂正終焉の永遠となった。a t e a t ピークイン千八百六十三、ザ・フレンチ・エクスパデシャ・ネディフォース・カウンテッド三十八、四百九十三面、六、六百五十四フレンチ・ダイド、インクルーディング四、八百三十フロム・ディジーズ、アマングディーズ・ロッサス、一、九百十八オブ・ザ・デスワーフ・ロム・ザ・レジャミント、オブ・ザ・フレンチ・フォーリン・レジオン。 ノットイエットアーブド十六オクーバー十八万六千四百十四ノーベンバー十八万六千四百十六ディセンバー十八万六千四百二十七ジャニュアリー十八万六千五百十五エイプリル十八万六千六百十六従来前八百六十六楽しくご覧になりましたら高読と良いですクリックしてください。